今日の上野動物園。てんだ、うん、なんかすごいんだ。おはようございます。起きたら終わってるの。終わってるの。朝9時半に来てももう、なんていうの、黒くなった。赤ちゃん、子供だ。すごいわ、初めて見たところがこれで。ラッキーです、ラッキーです。早く見られるかもしれない。まあ確かに。そうそうそう。ここにずっと見張ってるよりは。あれ、鼻から息あれで吸ってんのか。正面にゾウさんがいるんですけど、で寝てるゾウさんの右側の通路入ってくるといます。ゾウさんの後に来てもらえれば。はい、すいません。ゾウさんとこ来てくれるって言ってるから、ちょっとゾウさんって。じゃあさ、前さ、こっからまっすぐ行ってさ、プーちゃん探してきて、行って戻ってくる。お母さんたちずっとここにいるから。迷子になったらさ、迷子になりましたって言って。名前がちゃんとある。ピーちゃん、もういいかい？
釣る？オスが一匹とメスが二匹、うん、これ見て、大きいゾウさんも同じ大きさだって。この大きさなんだもん。すぐリンドル来たのロンボンじゃない。中呼んでくれたんですよね。中で話してた。汚れてるかもしれないからやめて。入れようか。ひかりちゃん。あれゾウさん。いろいろあるこれやって。ね。おしまい。あれ？あれ？あれ？なんとかなかったの？なんかもうくっ。そうそう。ちょっとね、そうだからあのなんか触れ見て欲しいって借りたんですけど、まだここまでのけてないんだから、あそこにいるあ、小僧がいるの。あ、わかった。うわぁ、思ってなかった。でも赤ちゃんがいる。赤ちゃん、赤ちゃんの方が2020年生まれの赤ちゃん。ほら見て、ちっちゃい子がいる。あ、かわいいじゃん。お母さんが寝てるのか。お母さんが寝てるのか。あれお父さんかな。お母さんが、あ、お母さんだ。いたね。今あいちゃん、あいちゃん興奮してる。何やこれ。お父さん、危ないよ、焦げたでしょ。すごい出てくる。でも、そうだね。